ママトロの時間がやってまいりました。今日は静岡県伊豆の国市長岡に来ています。本日泊まるところはこちら、紅湯楼井川さんに今日は泊まりたいと思います。見てください、外観はこんな感じです。こちらはですね、大浴場が屋上にあります。そして露天付きです。朝食夕食はバイキングではないんですが、貸し切り風呂も無料であったりと、足湯もあったりと、なんかいろいろ盛りだくさんのようなので、まあ食事も含めどんなところなのか、これから行ってみたいと思います。白ワインってデトックスウォーターって、オレンジジュース、カフェラテとか、こうだよ、すごい、ごめん、開いたよ。じゃあ行きます。じゃーん、入って右側が洗面、そしてまあね、シャワー室、畳がちょっと黒いですね、モダンな和室です。これ飲める天然温泉ね、これ今冷蔵庫から先ほど出したので冷たくなってます、飲めます。そして温泉で作ったゼリーだそうです。そしてね、やっぱり静岡といったらお茶のセットもございます。こちらはですね、食事はビュッフェではなくて会場食なんですが、天然温泉屋上にあります。眺めがいいらしいです。そして露天もございます。そしてですね、無料貸し切りお風呂が3つあって、無料ですよ。50分間好きなものを選べるそうです。行ってきたいと思います。貸し切り風ね、行きます。見てこれ、すごくない？ほら、しかもね、なんかほら、ここお香を焚いてるの。こちらが足湯のラウンジです。見て、カウンターに下がね、足湯になってるの。そしてこちらでこの好きなドリンクが飲めます。私はオレンジジュースをチョイスしましたね。入ります。すごい、なんかね、初めての体験。いただきます。足はポッカポカでも冷たいジュースでクールダウン、なんともこれは初体験ですね。これはいい。夕食のお時間になりました。静岡県産の豚肉です。しゃぶしゃぶですね。お出汁は2種類あります。そしてチーズフォンデュー、ほらかわいいね、食前酒です。そして薬味があって、でお刺身です。赤だし、お味噌汁ですね。こんな感じになります。そしてデザートは別のラウンジで食べ放題になります。それではいただきます。
見てください。コーヒーもドリンクバーでありました。ちっちゃいんですけど食後のデザートです。いただきます。おはようございます。朝食のお時間になりました。こんな感じになってます。ちょっとお弁当箱式ですね。グラスサラダかわいいですね。これはこちらはアジの干物ですね。やっぱりね温泉といえばね温泉卵ですよね。こちらがですね三島コロッケ、こちらのパンと挟んで食べるそうです。それではいただきます。こちらが湯上がり所の休憩所です。奥にマッサージ機が2台置いてあってなんと無料。そしてこちら、これご自由にお飲みくださいって、ね、なんかねあったかいこの